ていう。Hi, welcome to Star Irvine Records. We present Star Irvine Radio just for you. It's artsy and groovy and marvelous. さあ、始まりました。毎週土曜夜10時からお送りしております。スターバインレコードのサバインレディオ。本日の司会はギターのエンちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。大丈夫、大丈夫。今、俺手の動きのみで、喋ったけど、あった？あ、はい、大丈夫です。大丈夫です。よかった、よかった。やっぱ飲みと言ったらやっぱエンちゃん。そうだね。そうですね。まあ確かにね。エンちゃんの、やっぱちょっとだるくなってきたぐらいの感じ見せたいよね、みんなに。そうですね。いやもうでも結構、ね、いつか誰かにボコボコにされるんじゃないかっていうところを見てほしいよね。いやでもこのメンバーのねだけだとね、あまりそこは出ない。確かに。ここになんか知らない人が。そうだね。ちょい先輩ぐらいがここに一人いないと成り立たないんで。俺らに絡むノリでそっち行っちゃうからね。そうそうそう。あれだろう、あれっしょ。行かないんかとか言って、急に絡まれた記憶があった、俺、昔。嘘、そんなことあった？あった、あった。マジで、ね、本当に5、6年前とかだと思うけど、エンちゃん初めてミートしたぐらいの頃に、そういう絡まれ方された記憶はある。やばいね。ベロッベロになってるエンちゃんが。やばいね、それ。でも、チェスターでさ、最初4人で集まった時も、結構エンちゃんひどかったよ。ひどかったね。あのさ、なんかサッカー見てた上の人、うん、結構だるがらみしたよね。多分ユナイテッドだかアーセナル好き、ユナイテッドだっけ。あー、なんかその辺だよね、うん、なんか尾形さんと見てて、そうで、なんかエンちゃんがすごい昔の浅い知識ですごいだるがらみしてた。一番嫌なやつ。そう、もう2000年ぐらいで止まってるからさ、うん、サッカーの記憶。そうそうそう。だいぶ前だな。確かに。2000年はやばいな。まあ。ベッカムがどうのこうのつだもん。まあ、そうそう。マンチェスターかな。一番イケメンだった頃から。あ、多分ユナイテッドだと思うな。うん。そう、もう。でもまあ、基本的にその頃には俺も記憶ないんで。大丈夫。記憶ない。あの状態の時ないんだろうね。え？あの状態の時記憶ないんだ。多少覚えてるよ、多少。ああだったなっていう。ああ。こうだったなって。でもその、紆余曲折は全く覚えてないです。ああ、じゃあ本当に危ないね。ナチュラルやばいやつ。もうまあ、そんなもんですよ。お酒飲んだら。お酒の失敗とかなんか。みんなない、なんか。ああ。どういう系の話せる範囲の。話せる範囲の。いやー、俺ね、それなんかちょっと前にもね、なんか、友達とそういう話になったんだけど、うん、あんまりエグくないんで、俺あんまりさ、酔っ払っても変わらないから、なんか。まあ、確かにね。記憶なくてみたいなないんだけど、一個、まあちょっと、すげえやらかしちゃったなっていうのが、まあ、そうだね。まあ、若い頃、うん、まだ若い頃に、二十歳は超えてますよ。二十歳はギリ超えてたぐらいに、まあ、スーパーでね、バイトしてた時ね。ぐらいの時なんだけど。そうなんだ。スーパーでバイトしてたんですよ。二十歳超えるか超えないかぐらいで。超えるか超えないかぐらい。その時に、そう、まあ、常連っていうか、常連の、うん、おじちゃん、おじちゃんっていうか、まあ、夫婦でよく買い物来る人がいて、でそこの、その、お父さんが結構よく話してて、なんか、なんかのタイミングで、なんか、お酒飲めんのみたいなので、飲みに連れてってもらうような。うんことがあって、でそっからちょいちょい飲み連れてくれたんだけど、まあその人が結構羽振りのいい人で、
もう、なんだ、もうその人キャバクラとか連れてってもらってて、その時。大人の遊びだね。そう。で、その人が、あの、グラスに、札束ジョンって入れて、すごい。その、ザって入れて、もうその、ボーイさんに、その、こっから抜いてって、なくなくれていいから、そう、なくなったら、また考えるから、みたいな感じの人で、もう超、だから、なんだ、もう一軒目からキャバクラで、その人が。だからもう、すげえな。まず、行ったら、女の子も全然いないから、なんかその、俺もね、その、なんか、ユーマの友達も連れてきていいよ、みたいな感じで、なんか、地元の先輩一人連れてったりとかしてて、3、4人とかで飲み行ってたんだけど、だからもう、その、キャバクラもオープンしたばっかの時間で、一人とか二人しか女の子いないっつって、じゃあ、まあ、ボーイさんみんな飲みなよ、みたいなので、やるような、そう、人で、で、その人とね、何回か飲み連れてってもらってて、3回目ぐらいの時かな、なんかね、本当に超気持ちよくその人酔っ払って、なんか、その、グラスに入れてた札束、余ったやつを、その、もうお前ら持って帰っていいよ、みたいな。もう俺、酔っ払ったから帰るわ、みたいな。やば。感じになって、いや、もらえないですよって言ったんだけど、いやいや、みたいな。なって、まあ、超酔っ払ってたから、超切れてて、いや、もらえねえのかよ、みたいな、俺の金が、みたいな。いやー、みたいな。つって、まあ、結局、なんかまあ、ずっとこう、渋りながらも、その人をタクシーでお家まで連れてって、うんうんうん、あの、お送りしたんだけど、結局そのお金はお前らで、なんかもう分けろ、みたいな感じで、うん、まあ、結構な額もらっちゃって、どうしよう、つって、まあ、みんなで解散したんだけど、かわいい。俺でもその時めちゃめちゃ酔っ払ってて。うん、で、しかも、なんか、その、キャバクラにね、行ってた時に、めちゃめちゃタイプな子がついてたの。親親で、俺も自分のお金でキャバクラなんて行けないしさ、そんなお金なかったからさ、その当時。だから、そのお金、思って、お店に戻って、一人で、指名して、いやーつって、もうベロベロでもうほぼ記憶ないんだけど、やったんだけど、その人は結構その顔広い人だったからさ、その後日さ、そのボーイさんからその人の奥さんの耳に入って、でスーパーにも買いに来るわけだから、で後日その夫婦でねまた買い物来た時に奥さんがめっちゃ怖い感じで、うん、おまなんか関根くんさみたいな、なんかこの間飲んだ後一人で戻ってキャバクラ行ったんだってみたいな、わなって、あーでももう嘘もつけないし、あーそうなんですけど酔っ払っちゃってみたいな、うん、なんかその旦那からお金受け取ってんたんでしょみたいな。その金で行ったんでしょみたいな。むずいけどな、でもそれは。それでね、そっからめちゃめちゃ嫌われたっていうか、すごい気まずくなって。奥さんからは特にっていう話、ね。そう、あなんか、うん、最低なやつみたいな感じの位置づけになって、その日から。いやでも俺。男の人と思って感じ？男の人はね、全然なんかごめんね、みたいな感じで。そっから、なんか飲みにも誘ってもらってたんだけど、なんかもう、悪くなっちゃって。まあ気まずいよね。そう、そっからもう一切飲みには行かない。まあ、会ったら話すぐらいだったけど。まあ、今と思っちゃ、あれが一番正解なお金の使い方だったんじゃないのとか思っちゃうけど。まあ、結果的にね。うん。そこに返して。それで変に自分のためだけというかさ、うん、に使うのもなんかちょっとって感じだよね。ねえ、うん、その金でなんか一人で風俗行ったとかだったらちょっとやばいけど、ちゃんとそこのお店で落としたから。あ、そこで使われるはずのお金だったわけだね。そう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 。確かに確かに。今思えばね、でもあの時はマジでなんかもう、
レジに立ってんのがすごい嫌だった。あの、その夫婦が来る。うわまたなんか言われんのかなみたいな。無駄に他のレジ呼んじゃったりして。ピンポーンつって。お願いします。それがね、めちゃめちゃ気まずかった思い出。まあ他にもあるんだろうけど、それが結構未だに思い返すとなんか苦しくなって気まずい。でも、やらかしたなんてもう、エンちゃんとかもう、星の数多いでしょ。ほんと、星の王子様よ、それに関しては。俺らといる、ああ、でもまあ、潰れてるか。うん。潰れてる。しょっちゅう潰れてる。そう。最終的に潰れてんだよね、エンちゃんね。そう。なんかスパークしてんのあいつって見てたと思ったら、いつの間にか消えてて気がついたら死んでるっていう。そう。もう。エンちゃん、なんか、ハウィーの時かな、カタタ行った時さ、うん、打ち上げ朝までやってさ、うん、なんか、満喫で寝ようみたいな。うん。うん。で移動中にさ、エンちゃんすげえ全然普通の顔してさ、うん、ちょっとだけ止めてもらっていいとか言ってさ。あ、覚えてる。外出た瞬間、爆破機してたよ。うん。あった。でそれで言うとさ、あの、ちゃんと証拠の写真残ってるもんね、りょうくん後ろから撮ってさ。確かに。残ってる。残ってんの？そう。残ってる。私がね、滅びのバーストストリームをしてる瞬間をね、後ろから撮って激写してんのよ。すげえな。すごいね。スタンスがパンクだよね。本当にエンちゃんって。一番パンクでは逆に。ユーマもでもさ、一回さ、ドラスタ。はい。ドラスタのライブ帰り、はい、あれ誰だっけ、カノーさん、カノーさんかロックマン。ロックマンだね。ロックマンに連れされて。そう。ああ。やばかったよ、ね。二人に目めっちゃ迷惑かけ、うん、そう。二人つうか、まあ俺、あれいつだ？ロン君と。え、相当昔だよ、あれ。いや、もう、あの、ここでは言えない年齢ぐらいの時だよ。うん。いや、もう、あの時も、その、打ち上げ中は。ここでは言えない年齢って言ってる時点で感じだけど。まあ、何のワンクッションにもなってないやつ。18ぐらいだ。いや、あの時も、その、打ち上げ中はね、うん、大丈夫で、そうそう駅で、だってお疲れ様でした。なんかしのホームで入ってたもんな。なんかしのホームで入って、帰って、柏で一回また入って、各駅停車。そう。そう。で、北柏で行って。北柏だっけ？車。いや、アビコでまた入って、アビコでもう歩けないぐらいなって。そう。そうで、なんか俺の携帯で多分、りょうくんとかが電話してくれて。そうそうそう、親に連絡して。そう、親が迎えに。多分パパウェイが迎えに来たよ、パパウェイが。そう、多分そう。だって、すごかったもん、あの時。通称、滅びのバーストストリームしたものって結構さ、匂いあるじゃないですか。まあんまりその通称ではない。エンちゃんからしか聞いたことない。本当に。で、やっぱり、そのご飯とか食べてるから匂いがつくわけで、その時の多分、せっちゃんの胃の中は、本当にレゲエパンチのみで構成されてたのね。いや、まあそうだよ。やっぱり。死ぬほど飲まされてたの。そう。だからなんかもう、すごいさ、フルーティーなのよ。うわぁ、それはそれであれだな。そう。あのね、未だかつてないぐらい、すごいね、フルーティーな匂いがした。本当に。あの時びっくりした。あ、人のゲロってこんな匂いなんだと思ったもん。フルーティー。でも悪いよ、でもあれ、ロックマンもだってさ。なんかその、俺もまだ、ね、10代だったからさ、その、なんなら飲めるみたいなだってさ、いやーっつって。でもなんかその、レゲエパンチだったら結構酔わないみたいな。ロックマンこれ逮捕とかされない？大丈夫？大丈夫でしょ。さすがにもう何年も前の。大丈夫でしょ。その後も何年も飲んでる。急に家に警察がみたいなない？大丈夫でしょ。コン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 つって。コン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 って。
自分なんなら飲めるっつって、レゲエパンチとかだったら結構頑張れるかもっす、みたいので、あ、じゃあレゲエパンチ行こうや、つって、なんかもう一生、あの廊下のとこでさ、レゲエパンチが無限に並んでたもんね。そう。もう渋滞してた、レゲエパンチ。そう。5個ずつぐらい頼まれて。そう。で、飲んで、終わったら5個。じゃあ5個、みたいなので。じゃあ5個。やって。じゃあ5個、みたいなので。じゃあってなんだよ。よかったよ、だから、本当に。まあ、楽しかった。その、なんか、不快な感じはなかったんだけど。いやー、ね、飲んだわ、と思って、電車乗ったらもう、ドンってきた。あの横揺れがね。そうそうそう。今はない感じだよね、その感じってね。うん。まあね、うん、そうな。あれがもし俺が女の子だったら、あの日ロックマンに抱かれてたのかもしれないよ、ね。持って帰られてそのまま。持って帰られてそのまま。意識混濁したまま。そうそうそう。ロックマスター、ロックマスターを、ロックマスターを入れる。ロックマスターかまされてたよ、と。かまされてたよ、多分。ためて、B でためて。チャージして。チャージして、キープしてるから。やば。本当に。でもやっぱそのさ、時代のさ、あるよね、やっぱり。だってそれって多分もう十何年とか前の話じゃん。うん。やっぱ同じぐらいの時期だとさ、自分もその頃出てたのが都内とかだったけどさ、あの、吉祥寺の某ライブハウスにいた某ブッカーの人がいて、あ、もうハードコアを地で言ってるような人だったのね。ボロから出てきた。で、その人がブッカーでいて、永遠酒っていうかテキーラしかないのよ、酒が。打ち上げは。うわぁ。テキーラをコップに入れられるの。なみなみ。やば。で、それを一気飲みするっていう。やば。いや、よくないよ。っていう打ち上げをやってて、毎回行くたびに死んでるのね。で、死んでて、まあ ね、そう、5回ライブして4回はライブハウスの外に打ち捨てられてた、俺。やば。打ち捨てられてる。朝5時になって、そう。朝5時になってライブハウス閉めなきゃいけないじゃん。うんうん、で、スタッフも帰んなきゃいけないから、うん、あの、朝5時になると自分の機材と自分の体が、その某ライブハウスの前にぶん投げられてて。いやー、で、起きたら朝10時ぐらいなの。怖っ。普通に路面で寝てる。吉祥寺はまあ、まだ、そんな血は悪くないじゃない、悪くない。まあね、今思うと、本当よく助かったなだけどね、それでもね。確かに。うん。そう。でも、渋谷、新宿あたりだったらもう、もう、そこで。多分両手両足なんかなくなってるよね、多分ね。で、キンキンだとあれじゃない？あの、スターバイレコーズ入ってさ、うん、なんか4人で飲もうぜって言って。ああ、うん。あれ、記憶ない。記憶ないです。そう、謎のスパークをかまして、クソ飲んで。二人まだ謎に。そうそう。エンちゃんは記憶飛ばして、自分は、てか、りょうくんの車乗ってる状態でごめんって言って窓開けて吐き始めるっていう。あれやばかったね、今思えばね。あれ、意味わかんなすぎたもん。意味わかんねえ。俺もだって次の日、俺何やってんだろうって思ったしね。でも俺最後に記憶あるのは何回も言っていいけど、わさびをいじってる姿だもん。ねじねじって。そう。刺身を食べるためにこう、ジョリジョリって。めちゃめちゃ早い。いじってる記憶から、次に記憶あるのはもう次の日の横浜スタジアムだから俺。そうだ、言ってたね。勝つと野球見に行くって言ったの。そう。隣で、あの、助手席で座ってる間、ずっと気持ち悪くてしょうがなかったけど。あれ、次の日もガンガン頭痛かったもんな、俺。あれは、確かにそう。結構飲んだもんね。なんか知んないけど、あの時。なんか飲んだね、確かに。でもなんか、まだキープあんじゃないの？確か。多分ある。あれ以来行ってないもん。あ、スターバイン。あの時ボトルで買ってた。スターバインって書いた気がする。スターバインでボトルを入れてあります。書くの。早く消費しに行かなきゃね。また。そうですね。行きましょう。ちょっと、年内行きたいな。あ、てか、忘年会あそこでやりたくない。忘年会あそこでいいんじゃないですか。確かに。うん。確かに。行きたい。ご飯最高にうまいしね。うん。あんま記憶ないけど。なんかあれが、なんか結構その、
俺とさ、A ちゃんは、うん、あ、まあ確かにそうだね。その前からよく、ね、そう、二、うん、人で飲み行って、くのきに行ってたし、りょうくんもね、もともと知ってたし、うん、な初めてなんか、えんちゃんと絆が芽生えた日ではあったわけで。まあ、絆なのかわかんないけど、ちぎりなの。二人ともすごい代償払ってるけど、大丈夫。そうなんよ。普通にみんなで楽しく飲んでたら、気づいたら二人でなんか、一気合戦みたいなのして、潰れてたから。いやー、記憶ないな。えんちゃんがマジでだるいモードになってた。まあ、確かに。あ、あの時完全にそれだったわ。自分いけるみたいな。ロックマン状態。リゲパンチじゃなかっただけで、ほぼロックマン。ほぼロックマン。いや、ほぼロックだよ、ね。ねえ、飲んでたやつも、あれ、ロック？あれ。いや、まあ、一応ハイボールだった。ハイボール。あれだよね。炭酸頼んでソーダ割りかなんかにしてたよね。そう。でも、後半エンちゃんでもロックで行ってた気もするな。確かに、そのまま飲んでたかも。うん、炭酸ねえっつって。やば。それ酔っ払うわな。それ酔っ払うよ、あんな飲み方したら。気をつけよう。大丈夫ですか？時間の方は。いやでもめっちゃ喋ってる気がする。うん。ね、だいぶグラグラ。うん。まあでも。ちなみに今、16分ぐらい。あ、でもそんぐらいか。うん、嘘あ、ごめん、多分始まって2、3分ぐらい経ってからやってる。ああ、じゃあでも言うてなのかな。なんか昔の話でちょっと思い出したんだけどさ。うん。うん。うん、まあこれユーマしかわかんないけど、俺ら2回目のライブぐらいで群馬行ったじゃん。うん。うん、そう。よく考えたらやっぱ時代が、そう、時代が時代だったんだと思うんだけどさ、なんかもう、全員18ぐらいなのに平気で居酒屋入れたじゃん。確かに。2、30人ぐらい。そう、2、30人ぐらいで、で多分2人ぐらいしか20歳の人いなくて。そうだね。まあ当然みんなね、ソフトドリンク飲んでたけど。そうだね。俺マジソフトドリンクでクソ潰れてたもんね、あの日。いやー、そうだわ、思い出したわ。はい。駐車場でね。そう。なんか寮いなくねみたいになって。で、俺探しに行ったら、駐車場で。外で潰れてて。そう。大丈夫。いや、大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃないよ、それ。大丈夫やばいっつって。あれ、今考えたらやっぱ、群馬という国がどれだけ狂ってたかだよ。いや、本当に。いや、あのね、もう、まあ、言っちゃうけど、本当に、あの年齢で、あんなに生ビール一気早いの、群馬の人以外ないと思うよ。いや、結構鍛え上げられてるのね。ジョッキの生を、一気で負けた方がもう一杯一気みたいになってきついな。マジギネスぐらい早いの、全員。バーって。1秒ぐらいで飲んじゃうんですよ。ではい、ユーマーみたいな。はい。しかもそれ始まるの乾杯した瞬間からだよ。嘘。すご。短距離走じゃん。注文でも、直帰のビールもバーバーバーみたいな、もうテーブルにバーって、最初に頼んでみたいな。おかしいだろ、マジで。いや、ね、なんか俺らだけさ、そう、県外でから来てたからさ、なんか、舐められん。私はこんなもんだ、みたいな。そう。私はこんなもんだ。そう。いや、もう、群馬には勝てねえなって思っちゃったもん、もう。群馬にはっていうか、なんでこんな早いの、お前らっていう。結構行かれてたもんな。あの2、3日結構行かれてたもんね。行かれてたね。もう、法律に触れるようなことしかしてなかった。今振り返る。確かに。言えない話しかないけど、ちょっと、もう悲しい。ケツにフリスクもそうだし。でなんかそれやってたらベランダの外を暴走族が取って一人のやつがおめえどこのもんだっつってどこの族じゃハラミ行ったのいやなんかそのバンドやその
バンドのや中のやつが暴走族のやつも一人いて、そう、もうほぼみんな全裸でなんか朝までふざけて飲んでて、やば。でベランダでね、みんなで全裸でタバコ吸ってたら、そこの前をこう原付でノーヘルのやつがバーッと取って、でその彼が全裸でどこの族じゃーっつってベランダ、マサイ族だよね、もはやな。そう、ま、俺ら全員全裸ですからね。もう3、4人全裸。全員全裸。全員全裸。民族で、本当に。いやいや、俺らのがおかしいでしょ、今。100% ビビるよね、言われた方も。マジかよ、ビビるって。全裸の、なんか4人ぐらいに絡まれて。一番怖い。一番怖い。一番怖い。朝方ね、しかもね、朝4時とか5時とか。そう、4時とか。怖っ。怖っ。暗がりから全裸が。おもろ。いや、いい回になったな。これあれだね、多分、深くなっていけば深くなっていくほどいいかもしれないね。そうだね。うん。でもそれと多分比例して、どんどん話せない話がどんどん出てくるよね。いや、だからその、でも、限界ギリギリ。YouTube はね。そう。限界ギリギリをこう、試していくのが面白いじゃんか。YouTube はそういう、ないもんね、そういう規制が。まあまあ、確かに。最悪、全部フィクション、全部フィクションですって言っとけばいいし。うん、この物語はフィクションですから、最後一幕出て。いや、多分ね、もう多分30分弱ぐらい喋ってるよ。いや、そうだね。まあいいんじゃないですか。リモート飲み会ってこういうもんでしょ。うん。またね、ミーティングの残り時間が9分弱って出てきたよ。ああ、30分ぐらい。ぼちぼちか。うん。じゃあ、エンちゃん、締めにちょっと面白いやつをやってください、エンちゃん。何面白いやつやってくださいってやばい。俺、顔赤くない。いや、りょうくん結構酔ってる。赤っ。この若さに免じて面白いやつをちょっと一つお願いしますよ。面白いやつってなんだよ。面白いのよ。エンちゃんのいつもの面白いやつ。もうね、深夜の1時のね、あのマンションの家の中でね、騒げないのよ。それな。確かにね。そう。え、お酒はまどんな感じなのか。何が？お酒？あ、もうカルチのグラス。あら。オーラ、マジか。うん。してんね。いつの間に、ちょ臭かった。こっち。反質と、甲斐がない。19,800円、19パー臭かった。甲斐がない。ちょっとあれだね。商品の、あの、妨害になっちゃいますね。やめましょう、今のね。よろしくないですね。いいお酒だからね。うん、そう、いいお酒らしいですからね。じゃあ、閉めましょう。うん、そうですね。ちょっとあんま大きい声出せないか、ちょっとあんまおもろいことは言えないですけど。好きな、じゃあ、四字熟語だけ、ちょっと知ってください。好きな四字熟語。戦線離脱。あれ、四字だよね。OK, 大丈夫、大丈夫。戦線離脱。ありがとうございます。うん。じゃあ、りょうくん。まあ、ごめん。ちょっと今、締めようとしちゃった。大丈夫。締めよう。まあ、でも現在、絶賛レコーディング中でドラムが取り終わって。うん、ね。そう。データも無事、はい。ちゃんと、いただいて。ちゃんとやってますよ。ちゃんとやってますよ。いい感じなんで、まあ、この後後半戦、ちょっと僕ら、ね。はい。頑張って。頑張って。行きましょう。はい、いや、気楽だな。いや、もうやんないもんな、だってな。気楽だな。一人お疲れしたしてるから。いいな。まあ、頑張ったもんね。あ、お疲れ様でした、本当に、まあね。あの日、あれ、帰りめっちゃ3回ぐらい足つったもん、右足。マジで。家の階段登ってる時とかにさ、あってなって、で家着いて着替えてたらまた、あってなって。後半結構しんどそうだったもんね。そう、なんか、あ、もう踏めねえ、ダメだってなってきて。後半戦頑張りましょう。はい。はい。じゃあ、高評価、チャンネル登録。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この物語は、
すべてフィクションです。実在する団体などとは一切関係がございません。おは、いい、いい、いい。じゃあまた来週。おー、じゃあ。